はい、皆さんこんにちは。東京美容外科の佐藤徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。今日はですね、前回の飛行機編がまだまだあるようなので、うん、その1回はちょっと沖縄便でしたけど、はいはい、次の便ってどんな、普通にお医者様として認めてもらえたんですか？もう1回飛行機はあったんだけど、はい、もう1個ね、スキー場で1回あってね、はいはい、でそれはね、普通に前走ってる人がこけて、うん、腕折れてたっていうのがあったね、うん、腕がーって なってるわけ。ならさ、あのみんな友達一緒に滑ってるじゃん、その子でさ、はい、そしたら先生出番ですよって言って、出番って言っても俺さ、整形外科じゃないからさみんな形成外科と整形外科一緒に思ってる人いるんだけど、骨折れてるのもどうしようもないよね。こうやって見てさ、はい、折れてますね、しかも、ね、仕方ないからさ、急いで、はい、あの救急隊員呼びに行ったっていうのが、それはもう呼びに行くしかなかったなかったっていう、全然あの役に立たなかった一症例があったんだけど、麻生先生全然役に立てへんなとか言われながらねいやあれは整形やしとか言いながら切り傷やったら塗ったとか言いながらでそのスノボの後みんなで温泉行くんですよ、はいはい、露天風呂入ってたらね、あのおじいちゃんがひょこって立ってね、テケテケテケって歩いてて、バタンって倒れた、急にお風呂のもう地べたのとこでバタンって倒れたわけで、いるって言いましたよね、お風呂で倒れるから。そう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 、そしたらさ、周りのさ、僕の友達、仲間がさまた出番です、またさ先生出番ですよって言ってほらさっき役立たなかったから今頑張ってくださいとか言ってで おじいちゃん倒れてるわけ。どんな仲間なんですか？ひどくないですか？で行くしかないじゃんね、もうそんなお医者さんいませんかどころ、もう倒れてるわけ、大丈夫ですかって言って、そしたらね、人だかりになってくらい倒れた人が、分かるでしょ、はいはい、雰囲気がね。そうするとさ、裸で倒れてる人の周りも裸の人たちなわけですよで僕も、まあ、白いタオル1枚で行くしかないから、はい、それで行ってね、こう呼吸とかできるような体勢にしてね、大丈夫ですかってやったら、もう大きないびきをカーッと書いてるから、うん、あもう脳梗塞かなこれと思って、高血圧でね、なんかお風呂でパンって血圧上がってかなと思って、救急車呼んでって言ってやってたらね、向こうの方からね、女の人がね、白衣着た女の人がね、バーって来て、あの老人見た瞬間あっって言って、いきなりね、このこことかここにね、ボールペンでパチンってこうやってね、こう壺を押し出したわけ。そんなんやったら困るわけ。え、それ何なんですか？多分東洋医学かなんかの心得があるなんかこうマッサージのおばちゃんが、その人のツボをこう、白衣っていうのはお医者さんじゃなくて、じゃないわけ、じゃないわけ、いやそんなんやめてくださいって言ってんねんけど、その白衣のおばちゃん対クリチンのおっさんのこの攻防が始まったわけですよでも白衣の方がちょっとあれですよね、向こうの方がこうすごいまともに見えるわけ。あんた何なんですかって言う、いや僕は医者ですよとか言いながらフリチンで、そうこうしてるうちに救急車が来て、担架で持ってったんだけど、そのおじさんをね、でも完全に負けるよね、白衣の方がね、なんかイメージが、向こうユニフォーム着ててこっちフリチンやんか。でそしたらもう友達とかみんな一緒にいてね、いや今日の麻生先生かっこ悪かったよねって言って昼ぐらいに前触れがあったわけですよ、はい、その骨を折った人がやって、はい、でそのいちいち2回呼ばれたにもかかわらず2回とも不発みたいな、そんなことありました。でもそのおじいさんは脳梗塞かもしれない脳梗塞だと思うね、うん、でも逆にね、近くにおじさんいて、まあ、すぐに病院運ばれたんで、まあ、CT 取ってさ、そんな工程やられてるより、MRI とか取ってさ、もうすぐに血栓溶解療法とかいろいろすれば、まあ、1メートル止めたと思うんですけど、うん、そこまでのつなぎとしてさ、はい、こう変な人を排除しなきゃいけない役割だったのにさ、はい、おばちゃんに負けたっていうのはでもおばちゃんはそれ温泉かなんかのマッサージ部屋から白衣着て出てきたってこと、ね、そういうことそういうことそういうこと、誰がそいつを読んでって感じだよねそんなことがありました。はい、このチャンネルがいいねと思ったらいいねと、チャンネル登録の方もお願いします。